まあ、三菱商事だからこそ解決できる、まあ、超ダイナミックな事業に、まあ、魅力を感じる場合がある。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は三菱商事投資対象としてはということでやっていきたいと思います。はい、結論は配当は平均以上、そして株価は上がるというのが今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、まあ、三菱商事ですね、まあ、投資家目線で投資対象として見た場合、配当は平均以上ですと、で株価は割安ということですね。まあ、ただ、まあ、三菱商事はですね、まあ、もし指標だけで見たら、まあ、万年割安の株になっているということです。まあ、例えば過去10年間のですね、まあ、PER 株価収益率の推移というのを見た場合にですね、まあ、基本いつも割安ということですね。はい、そしてですね、まあ、三菱商事がまあ割安の理由というのはまあ実は簡単で、まあ、ズバリですね、まあ、総合企業だからということです。はい、まあ、石炭からラーメンまでありとあらゆるものを扱っているという、まあ、総合企業ということですね。だからまあ地球に存在しているほぼ全ての商品というのを扱っている、まあ、総合企業ということですね。まあ、これはヨーロッパ、アメリカにはない形の、まあ、日本独特な企業の形というふうになっています。はい、でまあ、これは非常に効率が悪いわけです。だから投資家からの評価っていうのが、まあ、低くなりやすいんですね。はい、でもし投資家が総合企業というのに、まあ、投資するということになると、まあ、三菱商事一社への投資っていうのがありとあらゆる事業への、まあ、分散投資になってしまうということです。だからまあ三菱商事に投資するっていうことは、三菱商事はありとあらゆる事業をやってますから、だから結局三菱商事に投資するイコールありとあらゆる事業に投資するっていうことになってしまうということなんですね。はい、でまあ、投資家のまあ希望としてはですね、やっぱ専業企業の数社に、まあ、自分の金融資産の組み合わせで資産形成していきたいと、まあ、そういうか考え希望っていうのがあるわけです。やっぱりこう世界経済っていうのが、まあ、例えばイギリスで世界で初めて産業革命が起きて、それでこんなにですね、まあ100まあ、わずか高々150年200年ぐらいでこんなにまあ経済がまあ発展して豊かになることができたのは、基本まあ分業、そしてそれぞれが得意なことに特化して集中特化して、それでまあ生産効率、経営効率っていうのを上げてきたからということですよね。だからそれぞれのまあ個人、それぞれの事業、それぞれの企業っていうのがそれぞれで仕事を分けて分業して、それぞれが得意なことをですね集中的にやってきたんで、それでまあ結局こう世界経済っていうのはどんどん発展してきているわけです。やっぱり専業っていうことになると、やっぱり得意なことをやるので、やっぱり時間とかお金とかの効率がすごくいいんですよね。ね、しかも質の高い、品質の高いものっていうのを、まあ、生産販売することができるということなんですよね。だから集中特化、分業して集中して特化するというのが、まあ、基本的な経済発展の、まあ、原理原則になっているわけです。だから、あ、この商品に関してはこの企業が専業でやってるからっていうことで、まあ、投資家はですね、やっぱそういう効率のいい経営をしている会社に投資したいということですよね。だからそれを、まあ、例えば2社とか3社とかですね、まあ、全然違う分野のそれぞれの専業企業に、まあ、投資して、まあ、自分なりの金融資産の組み合わせ、ポートフォリオっていうのを作って、それでまあ長期的に資産形成していくっていうのが、まあ基本的な考え方だし、まあ、そういうことを、まあ、投資家は希望しているわけです。ところが総合企業に投資をするということになると、その一社への投資っていうのがそのままありとあらゆる、まあ、事業に対しての分散投資っていうことになってしまうんですね。はい、すると投資家が望んでいない企業とか事業っていうのも含まれてしまうということです。はい、例えば、まあ、三菱商事の場合っていうのは、まあ、消費者向け事業っていうことでやっていたりするんですけれども、まあ、コンビニだとかですね、食品だとかアパレルだとか、まあ、そういったこともやっていたりするんですけど、はい、この消費者向け事業に関しては総資産が 3.9 兆円ですと。で、この消費者向け事業で上げている純利益っていうのが、まあ、200億ということですね。まあ、そうすると ROA、リターンオンアセットということで、総資産利益率というふうに言われていますけど、まあ、持ってる総資産をどれぐらい上手に使って利益を上げてますかという、この資産の使い方の上手さ、資産の効率性を表す指標ですね。これが、まあ、0.5% という数字になっています。
っています。だからまあはっきり言ったらアメリカの国債以下っていうことですよね。まあ、米国債以下のまあ利回りということです。まあ、米国債でも 2% 以上ですよね。まあもう 2% ほぼもうアメリカが財政破綻しない限り、まあ、年 2% は、まあ金利がまあもらえるっていうような、まあ、そういう状態なのに、まあ、3.9 兆円もの総資産を使って200億しか利益を出さないということになると、まあ、とても投資対象に、まあ、この部門この事業に関してはもうならないわけですね。はい、だから非常に効率が悪いことをまあやってるわけです。だから、まあ、三菱商事は明らかに消費者向けっていうのはこれはまあ苦手なんですよね。うまくやれないわけですよ。だから全ての事業をある一社ある一企業が全部上手にできるってことはこれありえないので、だからまあ三菱商事は明らかに、まあ、例えばコンビニだとか、ね、食品だとかもしくはアパレルだとか、まあ、そういう、こう一般消費者に対して直接何か商品を提供するっていうのは、まあ、はっきり言って苦手だということがもうわかるということです。はい、弱みはいくら強化しても平凡になることすら疑わしいということですね。だからまあ努力、根性、気合の問題ではないということです。はい、であれば、まあ、投資家からすると、例えばですね、まあ、もしコンビニを自分のですね、金融資産の組み合わせ、ポートフォリオの中に入れたいということであれば、やっぱり日本1位のセブンイレブンから考えるということになるわけですよね。セブン&アイホールディングスから考えるということになるわけです。まあもしコンビニを入れたいということであればということですよ。でもし食品を入れたいということであれば、まあ、例えばイオンからまあ考え始めたいということですよね。やっぱり食品スーパー1位ってなると、まあ、イオンということになるので、もし自分の金融資産の中にどうしても食品を入れたいということであれば、まずイオンから考え始めたいということです。そしてアパレルっていうのをもしね、自分の金融資産組み合わせの中に入れたいということであれば、まあ、ユニクロですよね、まあ、ファーストリテイリングからまずは考えたいということなわけです。それぞれやっぱりそれぞれの専業で日本1位の企業っていうのがやっぱりあるんで、もし自分の金融資産の組み合わせにその業種を入れたい、その業態を入れたいってことであれば、やっぱりその専業、その部門でシェア1位の企業からまずは考えたいということになるわけです。まあ、投資家からすると。でそれぞれの専業企業の中からもっと投資対象っていうのを自由に考えたい。だからコンビニを入れるのか入れないのか、スーパーを入れるのか入れないのか、食品を入れるのか入れないのか、アパレルを入れるのか入れないのか、それはまあもちろん各投資家のそれぞれの投資判断ということになるわけですけど、入れるというのであればやっぱり専業企業の中からその業界のシェア1位の企業からやっぱり考えたいということなんですね。はい、でこのようにということで、まあ、総合企業の中にはその企業が苦手にしている事業っていうのも必ず入っているということです。一つの企業が全てを一番上手にできるんだったら、極力全世界でその会社は1社あれば十分ってことになるわけですよ。もしある一つの企業がありとあらゆる全事業をどの企業よりも上手にできるって言うんだったら、全世界に会社っていくつ必要ですかって言ったら、一社あればいいってことになりますよね。でもそんなことはありえないわけですよ。だからそれぞれの企業がそれぞれで得意にしてることが違うんで、だから会社が例えば日本の上場企業って言っただけでも3800社あったりするわけですよね。で総合企業っていうのはそれをまあね、結局ありとあらゆる商品っていうのをまあ扱おうというふうにしているので、だから苦手にしている事業っていうのも入ってるわけです。でそれは数字上非常に効率の悪い経営っていうのをまあやってるということになるので、だから株価は割安になるわけです。だから投資家が望んでない企業、投資家が望んでない事業っていうのも入ってるということです。はい、しかし、まあ、万年割安評価の三菱商事がですね、まあ、それでもです、株価を上げ続けてきたという、まあ、事実があるわけですよね。はい、っていうのは、まあ、もちろん、まあ、企業全体の、まあ、実力、まあ、利益を上げ続けてきたからということです。はい、まあ、株価っていうのをですね、まあ、例えば、まあ、分解すると、まあ、PER×EPS という、まあ、式に、まあ、分解することも可能ということですよね。PER というのは株価収益率ですね。そして EPS っていうのは、
ーニングパーシェアということで、1株当たりの純利益ということになります。だから株式市場からいつもいつも割安ってことは PER は基本三菱商事は低いわけですよ。だから三菱商事はいつもいつも PER が低いのに、じゃあなんで株価上がってるんですかって言ったら、それはもう一つの EPS ですよね。アーニングパーシェア、1株当たりの純利益の方が上がってるんで、だから結局株価が上がって時価総額が上がってるという状態になってるということです。はい、ですなわち、三菱商事に弱みもあるならば当然強みもあるということですよね。だからすごくはっきり言って数字上ものすごく足を引っ張ってる事業っていうのもあるんですけど、それでも全体としては利益がどん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 上がってきてる、右肩上がり傾向だっていうんだったら、当然その弱みをね、打ち消すというか上回るだけの強みっていうのを三菱商事は持ってるということです。はい、何かを成し遂げられるのは強みによってのみであるということですね。で、三菱商事の強みって何かって言えば、それはもちろん貿易ということになります。要するにもう国をまたいだ取引ということですね。はい、すなわち宇宙的な視点からですね、地球全体の例えば、オーストラリアに余ってて中国で足りないとか、ヨーロッパで余ってて例えば南米で足りないとか、もしくは南米で余ってて逆にアジアで足りないとか、そういう宇宙的な視点から地球全体のここに余ってて、ここに不足があるっていうのを融通すると。これはもう三菱商事はものすごい強いということですね。はい。例えばということで、金属資源事業っていうのをやっていたりしますけれども、はい。三菱商事の金属資源事業っていうのは、総資産 4.5 兆円ですと。で、そして、純利益は4000億ということなので、リターンオンアセットですね。総資産に対しての、利益率ということになりますけど、こちらの方は、9.2% という数字が出ているということです。はい、こういうふうに、強い事業に関しては非常に効率のいい経営っていうのをやってるということです。はい、なので、もし三菱商事が、投資家にとっての投資対象になるとするならば、三菱商事だからこそ解決できる超ダイナミックな事業に、魅力を感じるかどうかということですよね。だから総合企業だからっていうんだったら、はっきり言ったら投資対象としては魅力がないということです。それぐらいだったら、例えばアメリカのですね、S&P500 とかで、500社に対して分散投資するとか、全然違う考え方発想っていうのも出てくると思うんですよね。わざわざ三菱商事に、がありとあらゆる事業をやってるから、それで投資して分散投資するっていうのは、はっきり言ってそんなに効率のいい投資の仕方じゃないので、だから、三菱商事がもし投資対象になるっていうんだったら、総合企業だから投資対象になるっていうよりも、三菱商事だからこそやってる、そこにすごく強みのある事業に魅力を感じるかどうかっていうことに尽きるというふうに考えています。はい、ということで改めてですね、三菱商事の金属資源事業を見ていきたいと思うんですけれども、これまではですね、利益の4分の3っていうのを原料単で上げていましたということです。はい、で、石炭が大きく2種類に分かれてるんですね。石炭が大きく2種類に分かれてて、一般の石炭と原料の石炭っていうふうに分かれています。はい、で、原料の石炭というのは、鉄鋼ですよね。鉄の鋼を作るための鉄鋼を作るための原料として使う石炭のことを原料炭というふうに言ってますということですよね。だから鉄の鋼っていうのは、例えばビルとかマンションとか、そういったところで使うと、たくさん使うということになりますけれども、鉄鉱石と、それから、石炭、今回の原料炭と、あと石灰石ですよね。この3つを使って、作ると、鉄の鋼を作るということになるわけです。鉄鉱石と原料の石炭と、そして石灰石ですね。なので、結局原料炭っていうのが、三菱商事の金属資源事業の利益の4分の3になっているということです。はい、なぜかっていうと、これまでは全世界で最も必要とされていた金属っていうのは鉄鋼だったということですよね。だから金属っていろいろあるわけですけど、鉄とかアルミとか銅とか、金とかプラチナとかですね、最近だったらニッケルとかですね、そういったいろんな金属があるわけですけど、じゃあ一番たくさん利用されていた金属って何ですかって言ったら、それは鉄だし鉄鋼だったわけですよね。だから鉄鋼が一番必要だから、鉄鋼を作るための原材料の一つである石炭、原料炭っていうのを、三菱商事は一番
ですね、まあ、収益の柱にしていたということです。はい、なので、まあ、例えば三菱商事の場合であればオーストラリアで原料炭を開発 しているということですよね。まあ、三菱商事がオーストラリアに持っている、まあ、その、ね、石炭開発の権益っていうのを使って、まあ、原料炭を開発して、でグループとして原料炭を仕入れて、そしてそれが足りない中国、日本、韓国、台湾に、まあ、輸出して、それで収益を上げていたということですよね。まあ、これが、まあ、三菱商事の、まあ、大きな事業の柱になっていたということです。はい、ただこれからのですね、もう本当に2030年、40年、50年、60年と、まあ、例えばヨーロッパ、アメリカ、日本は2050年目標、中国は2060年目標ということで掲げているのが、もう脱炭素という、もうメガトレンドですよね。もう10年、20年、30年単位のメガトレンドが脱炭素ということです。はい、なので、まあ、三菱商事もこれからはですね、まあ、銅アルミを約5割の、まあ、利益にしていこうというふうに、まあ、計画を立てているということですよね。まあ、今は4分の3は原料炭でしたと、石炭でしたということですよね。でも石炭っていうのはもう文字通りですね、もう二酸化炭素を排出するものなので、だからまあね、その石炭を使いながら、まあ、二酸化炭素の排出量を少なくしていく、低炭素っていうことは可能だったとしても、脱炭素ってことは無理なわけですよね、石炭は。うん、石炭はもうそのものにもうね、炭素 C が含まれているわけですから、だから石炭を使うってことになると、今までよりも技術を上げて二酸化炭素の排出量を少なくしていくってことは可能だったとしても、脱炭素は無理なわけですよね。でなったら、まあ、結局脱炭素に向けて違う金属で、まあ、利益を上げていくということで、特に、まあ、銅とかアルミの割合を増やしていくということですね。はい、なぜかっていうことなんですけど、まあ、脱炭素の基本的な考え方っていうのは、まあ、まずは発電ですよね。二酸化炭素を排出しない発電を、割合を増やしていきましょうということですよね。だから化石燃料、石炭、石油、天然ガスっていうのを燃やすと、CO2 が出てしまうんで、まあ、C っていう炭素が含まれているものを燃やすと O2 ですよね。酸素と化合してしまって CO2、二酸化炭素が出ちゃいますということですよね。だから今までは石炭、石油、天然ガス、火力発電が中心だったんだけど、その割合を減らしていきながらですね、究極的には二酸化炭素を排出しない発電方法の割合を高めていきましょうと。だからまず電気をとにかく二酸化炭素を排出しないで電気を作ると。そしてそれ以外の発電以外の経済活動、社会活動、生活っていうのは電化製品でやっていきましょうというのが、まあ、脱炭素という考え方ですね。発電は二酸化炭素を出さないで電気で生活をする、経済活動をする、社会活動をするというのが、まあ、脱炭素という考え方です。はい、そうするとじゃあなんで銅とアルミなんだっていう話なんですけど、銅は電気をよく通すっていう、まあ、そういう金属の性質を持ってるんですよね。だから、まあ、銅線、配線、そういったものでの、まあ、需要っていうのが増えるということです。まあ、みんながね、電化製品で経済活動、社会活動、生活っていうのをやればやるだけ、まあ、結局銅が必要になるということです。はい、そしてもう一つアルミなんですけれども、まあ、アルミもですね、まあ、銅と同じで、まあ、電気をよく通すっていうところもあるんですけど、まあ、それ以外の特徴としてはですね、まあ、鉄の代わりになりやすいということですよね。うん、だから鉄っていうのは非常にまあ、ね、強固っていうか頑丈なので、だから、まあ、例えばビルだとかでマンションだとか、もしくは自動車だとかっていうのに、まあ、たくさん使われていたということになるわけですけど、まあ、鉄っていうのは、まあ、とにかくですね、鉄を作るときにまず二酸化炭素が出ちゃうので、まあ、原料炭っていう石炭を使って、それを原材料にして、で火でですね、どん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 鉄の鋼っていうことで不純物を飛ばしていきながら鍛えていくということで、まず製造で非常にやっぱ鉄鋼っていうのは二酸化炭素出すんですよね。だから鉄鋼をとにかくまあ減らしていくということになると、まあ、原料である石炭っていうのもですね、まあ、鉄鋼を作るための原料の石炭の使用量っていうのも減らしていくということになりますから、じゃあ鉄の代替物ってなんだって言った時に、まあ、アルミっていうのはまあ代替になりやすいということです。はい、だからまあ鉄の代わりに なる可能性があって、しかも鉄より軽いですということですよね。であとは機器の鉄を、熱をですね、まあ、外に逃がすという、まあ、そういう特徴もあります。これはですね、まあ、使い道によってはマイナス、アルミにとってのマイナスにもなるんですけど、例えば家を作るっていうことになるとアルミはマイナスなんですよね。まあ、例えば窓サッシですよね。窓サッシにアルミを使うと、まあ、結局例えば冬の外の寒い気温と部屋の中の暖かい温度が混じってしまうんですよね。アルミっていうのは熱をですね、ほとんど遮断しないんで、だから、まあ、アルミの窓サッシになると結局冬の間
間、外は寒い冷たい空気、家の中はあったかい、それが混じっちゃうわけですよ。断熱しないんですよね。熱を立たないんですよね。だからアルミっていうのは使い方次第ではマイナスになる。例えば住宅建築とかってなると、アルミの家っていうのは冬寒いということが起きちゃうということなんですよね。でも、まあ、逆にやっぱアルミはアルミの、まあね、特徴っていうのがあって、電化製品にアルミを使うっていうのはプラスなんですよね。なんでかっていうと、電気で電化製品を動かすってことになると、どん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 熱くなっちゃうわけですよ。どん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 、例えばパソコンならパソコンっていうのを長時間ですね、ものすごくまあね、作業をパソコンっていう機械そのものに作業をさせる、まあ、例えば今からだったら AI 人工知能っていうのをどん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 まあね走らせるということになると、ものすごいどん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 熱が出ちゃうわけですよね。でそれが熱が、まあ、結局機械の中に溜まってしまうと、まあ、結局そのコンピューターの性能っていうのがどん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 低下しちゃうわけですよ。ところがアルミっていうのは断熱がないんで、基本的に熱をですね、まあね、溜め込むってことがないんですよね。でアルミで作れば作るだけ、逆にその機械の中に熱が溜まらないっていうか、外にどんどん熱くなった熱っていうのをまあ出してくれるという、まあ、そういう特徴がある。だから電化製品が普及すればするだけ、できるだけアルミの利用量ですよね、鉄の代わりにアルミの使用量というのを増やしていこうという、まあ、そういう考え方になりやすいということです。はい、あと、まあ、もうほぼ無限にリサイクル化ということで、熱にですね、まあ、非常にまあ弱いっていうか、形が変わりやすいんですよね。結構低い温度、低温でアルミっていうのは形が変わるんで、じゃあ使い終わったって言った時にリサイクルしやすいんですよね。で低い温度で、結局もう一回ですね、別のものに作り変えるということがすごくやりやすいものなので、だからアルミっていうのはまあリサイクルしやすい。だから新しくなんかね、原料のボーキサイト取り出して新しいアルミニウムをどん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 作っていくっていうことをしなくても、既存の地球上にあるアルミっていうのを何回も何回も加工して使い直すということも非常にしやすいという、まあそういう金属なんですよね。だからまあこれからですね、脱炭素、そして電化製品を使っていくということになると、まあ、アルミの使用量というのが増えていくというふうに考えられています。はい、で仮にということで、まあ、銅とアルミって2つ例を出したんですけど、まあ、仮に銅に限定したとして、まあ、しかもその使い道っていうのが電気自動車ですよね。電気自動車向けの銅に限定したとしても、全世界での推定需要量っていうのは、まあ、今までのガソリン車に比べてですね、まあ、2020年30万トンの銅の使用量だったのが、20年後の2040年には400万トンに増えてるんじゃないかということで、まあ、電気自動車がガソリン車が電気自動車に変わるっていう、ただそれだけの部分でも今まで使われていた銅の13倍以上の需要量っていうのは推定されているということです。はい、だからこそですね、まあ、今からはっきり言って需要がどんどん伸びるということが、まあほぼほぼ確実な、まあ、銅アルミっていうのを、まあ、三菱商事としては収益の半分、5割まで増やしていこうと、逆にまあ原料単の割合っていうのをですね、まあ、減らしていこうという、まあ、そういう計画を持っているということです。はい、そしてまあ三菱商事の今後ということなんですけど、まあ、金属資源ですね、まあ、例えば銅は需要量が増える、だったら銅の権益をたくさん持っていると、まあね、収益が上がりやすいとか、アルミの使用量はどんどん増える、だったらアルミの権益をたくさん持っていれば利益をまあ稼ぎやすいと、まあ、そういう金属資源以上にまあ大きな可能性を持っているのが何かっていうと、それはエネルギーということですね。はい、特にまあ洋上風力発電、まあ、これは非常に今から大きな可能性を持っているということです。はい、で洋上風力っていうのはまあ脱炭素発電の最後の切り札なんですね。だから電気でみんなが経済活動をします、社会活動をします、生活をしますって言ったとしても、作る電気そのものにどんどん、電気を作る時に二酸化炭素がどんどん排出されていったら全く脱炭素にならないわけですよね。だからみんなは電気を使うんだけど、その発電に関しては二酸化炭素を出さない発電の仕方っていうのが非常に重要になっていて、その最後の切り札として期待されているのが洋上風力という発電方法だということですね。で、まあ、現実的にはですね、まあ、まず一つは漁業との関係っていうのがあります。要するにですね、まあ海にですね、まあ、大型風車っていうのをまあ建築していくということになるので、だからまあ水産物に対してのマイナス悪影響っていうのが心配される。だから今漁業で生計を立ててる人たちとの、まあ、その利害関係っていうのの調整っていうのが結構これはまあ難しい、まあ、政治的な課題としてはあるということですね。あとはまあこの洋上風力っていうのの先進国はまあヨーロッパということになるわけですけど、イギリスとかですね、まあ、30年先前からやってるということなんですよね。
で、なので、まあ、ヨーロッパは洋上風力っていうのはすごく盛んにしていて、まあ、イギリスっていうのが、まあ、その先進国の一カ国だったりするわけですけど、ヨーロッパとに日本アジアの最大の違いは何かって言ったら台風の頻度なんですよね。やっぱり日本っていうのは台風と、まあ、付き合ってきている、国なので、だから台風が来た時に、まあね、そういう大型の低気圧っていうのが来た時に、ね、はっきり言ったらその、ね、風車っていう、ね、そのものがちゃんと、まあね、壊れないでずっと存続し続けることができるかどうかっていう、まあ、その台風対策だから、ヨーロッパでやっていた、まあ、洋上風力用の風車をそのまま日本に持ってくればいいかどうかっていうのはまたちょっと違うという話があるわけですよね。でヨーロッパと日本で考えた時に、日本はだ台風対策って考えないといけないんで、じゃあその風車の大きさとかですね、もしくは今までと同じ技術でいいのかという、まあ、そういう台風対策などですね、まあ、実は解決すべき課題っていうのは、まあ、あるのはあるものの、まあ、理論的には日本が必要とする全エネルギーを賄えるだけの莫大な可能性というのを洋上風力は持ってますということですよね。だから極論ですよ、極論洋上風力だけで日本が必要とする全エネルギーを賄えるかもしれないという、まあ、そういう可能性を持っているものということです。実際はイギリスの目標が洋上風力割合 65% なので、まあ、日本もまあ、ね、65% に近づけるかどうかっていうぐらいのものなんですけど、まあ、それは結構さ、例えば漁業とかもしくは台風対策とか、まあ、そういうまだ解決してない課題の問題であって、理論的には 100% いけるかもしれないっていうぐらいの、まあ、大きな可能性っていうのを、まあ、洋上風力は持ってますということです。はい、なぜかっていうと、まあ、洋上風力っていうのはですね、まず太陽光に比べて広い土地を必要としないということですよね。だから脱炭素イコール太陽光っていう、まあね、そういう考え方もあるんですけど、太陽光っていうのは決して発電効率がいい発電方法ではないので、だ太陽光パネルの科学技術の進展っていうのは結構ゆっくりなんですよね。だから今までの数十年間で、数十年前の太陽光パネルと今最新の太陽光パネルって考えた時に、まあ、3倍ぐらいしかまだ効率が上がってないと、まあ、数十年間で3倍ぐらいしか上がってないということなんですよね。ってなると、まあ、効率がそんなに上がってないってことになると、まあ、それだけものすごくたくさんの敷地面積に太陽光パネルを敷き詰める、まあ、メガソーラーっていうのをたくさん作っていく必要があるんですけど、まあ、そうなったら今度は広い土地が必要になるということですよね。まあ、日本っていうのは、まあ、例えばアメリカの25分の1しか国土がないですし、まあ、そのうちの4分の1しか平地がないわけですから、まあ、そう考えると、まあ、実際はその、ね、平地っていうのは非常に、まあ、希少価値があるわけですよね。まあ、そこに、まあ、ものすごく広い面積の、まあ、メガソーラーっていうのを一体どれだけ作れるのかって言った時に、結構やっぱ太陽光だけで日本の電気を賄うっていうのは、まあ、現実的じゃないということです。まあ、しかも太陽光っていうのはね、天気にも左右されますし、あとはもう当然ですけど夜の間は発電ができないということになるので、まあ、季節とか時間帯によってすごく発電のですね、まあ、効率っていうのが変わってしまうというのが課題としてあるということですよね。で、陸上風力はどうなんだっていうことなんですけど、陸上風力の場合はですね、風が吹く時期と吹かない時期でかなり差があるということですよね。それこそ季節ですよね。まあ、例えば夏とか冬はそれぞれの方向から季節風モンスーンが吹いてきますけど、春とか秋とかはどっちかって言ったら風がですね、まあ、比較的あまり吹かないというか穏やかなんですよね。だからすごくこうね、1年365日通しで結局こうね、安定的に風が吹いてくれるわけじゃないので、だからそれで、まあ、発電のばらつきっていうのがやっぱり陸上風力の場合は大きいわけです。でもし陸上風力で日本の電気を賄おうということになった時に、まあ、5日ですよね、5日間、結局、まあ、風が全然吹きませんでしたってなると、もう問題が発生してしまうということになるんですよね。だから陸上風力だけで、まあ、日本の電気を賄うっていうのはもう全然非現実的という状態なんですけど、それに比べたら海上風力の方は、洋上風力の方は、その陸上に比べると圧倒的に風が止んでる時間っていうのが短いということですよね。むしろ逆に台風の心配をしないといけないということなんですけれども、まあ、洋上風力の場合はもうね、何日間も全然風が吹かなくて全然電気を発電できませんでしたっていうのが、圧倒的に陸上風力に比べるとそっちの方の問題は小さいということです。だから太陽光に比べても優れてるし、陸上風力に比べても優れてるという
ということなんですね。はい、そして何よりということで、まあ、海に囲まれている島国日本に、まあ、この洋上風力発電っていうのは、まあ、向いてる発電法でもあるということです。だから全世界200カ国の中でですね、また陸地に囲まれている内陸国の国っていうのもいっぱいありますけど、そういう国は洋上風力っていうのは非常にまあ難しいわけです。なんでかって言ったら自分の国と海が離れてるんで、だからそれでまあ、ね、洋上風力でですね、その電気のやり取りっていうのをするっていうのは難しいわけですけど、日本の場合はもうね、自分たちの国の周りが全部海なんで、だからまあすごくまあ向いてる発電法だということです。はい、つまりですね、まあ、自分たちの日本という国のすぐ近くに風車を設置することができるわけです。だから洋上風力のその風車と、そして日本のまあ国内のですね、まあ例えば変電所とかの電気のやり取りとかっていうのをまあやるっていうのがしやすいということなんですね。だからまあ向いてるということです。あとはまあそう、ね、日本のまあ土地面積に、ね、かかわらず、まあ、理論上はですよ、理論上はまあ海にですね、まあ、風車をいくつかどんどん大型風車っていうのをまあ設置していくことができれば、かなりの発電っていうのをしていくことができるんじゃないかということで、まあ、脱炭素のですね、発電の最後の切り札として、まあ、非常に大きな可能性を持っているということです。はい。そして、ということで、まあ、三菱商事なんですけど、まあ、すでに3カ所ですね、まあ、洋上風力発電っていうのを、まあ、ですね、まあ、各都道府県からですね、まあ、受注することができているということですね。まあ、経済産業省とか国土交通省経由で、受注することができているということです。はい。で、このようにということで、まあ、例えば銅の需要量が増えるんで、まあ、銅からの収益っていうのを増やしていこうと。でアルミの需要量が増えるんで、アルミのまあ権益を増やして、まあ、その権益を増やしながら、まあ、利益っていうのをですね、まあ、増やしていこうと。そしてまあ洋上風力発電に関してはもうね、実際受注が3カ所決まってるんで、まあ、そこからですね、まあ、エネルギー事業っていう形でですね、まあ、新しい、しかもまあかなり大きな可能性を持っている事業の柱っていうのをまあ1本増やしていこうというふうにしているわけですけど、まあ、そういうまあ脱炭素というまあメガトレンドですよね。本当に2050年、60年まで見据えたメガトレンドを見据えた環境分野の投資割合っていうのをまあ増やしていくと。もうこれ明らかにですね、まあ、その環境事業、エネルギー事業っていうのを、まあ、三菱商事は今からはですね、もう約半分はその分野にお金を投じていくという計画をしているということですよね。まあ、金額の規模でいうと、まあ、年平均4000億ですね。まあ、22年から24年までの3年間合計で 1.2 兆円はこのエネルギー環境分野に、まあ、お金を投資していくという計画を立てているということですね。まあ、こういうですね、まあ、三菱商事だからこそ解決できる超ダイナミックな事業に魅力を感じる場合ですよね。だからまあその宇宙から地球を眺めた時にですね、例えばヨーロッパのここに技術があって、で日本にこうまあ持ってこようとか、洋上風力はそういう感じですよね。うん、っていう、まあ、例えば銅とかだったら南米ですよね。まあ、そのチリとかペルーとかからでの権益をですね、まあ、結局中国とか日本に持ってこようとか、まあ、そういうね、まあ、非常にこう規模の大きいですね、まあ、ダイナミックな事業に、まあ魅力を感じるということであれば、まあ、三菱商事は投資の検討対象になり得るというふうに考えています。はい、なお、まあ、直近 1,2 年の短期の業績に関して言うとですね、まあ、原料炭などの、まあ、資源、金属資源の価格変動の影響というのを大きく受けますということですよね。だから三菱商事が好業績でしたっていうと、まあ、それはもう原料炭の価格が大きく上がったからと、まあ、それは逆もあり得るわけです、ね、逆も、まあ、石炭価格がすごい下がったということになれば、まあ三菱商事の短期的なですね、まあ、利益っていうのは大きく減るという、まあ、そういう価格変動の影響っていうのは大きく受ける企業だということですよね。なのでまあ、今三菱商事がですね、まあ、今期の当期純利益予測っていうのは、まあ、今期は8500億のまあ、ね、予定ですということで、まあ、企業発表しているんですけど、まあ、それはまあ今年の金属資源価格っていうのがまあ高かったからっていうことに尽きるということなんですね。はい、だまあ例年の価格であれば、まあ、それより2000億少ない、まあ、6500億がまあ三菱商事の経営陣が考えていたまあ当期純利益ということです。はい、だからまあ結局まあ上振れ2000億円ぐらい上振れしてたわけですけど、まあ、その上振れっていう
のを長期になればなるだけ、まあ、考えない方がいいということになりますので、まあね、かなりこうね、無難なっていうか、まあ、現実的な6500億の方の、まあ、当期純利益で計算した場合、まあ、三菱商事の企業価値っていうのは、まあ、10.8 兆円企業と、毎年毎年6500億の最終利益っていうのを稼ぐ三菱商事は、まあ、企業価値としては本当だったら 10.8 兆円くらいの企業価値の会社ということですね。はい、では、まあ、株式市場の評価である三菱商事の、まあ、この動画を撮ってる現時点での時価評総額はいくらかっていうことなんですけど、それは 6.4 兆円だということですよね。だから割安ということです。まあ、企業価値に比べて時価総額は割安ということですね。はい、たとえ、まあ、金属資源や洋上風力での成長っていうのが、まあ、絵に描いた餅で今以上に伸びなかったとしても、まあ、割安ということですね。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということです。はい、よって、まあ、三菱商事の今後の株価としてはですね、まあ、4350円が6752円まで上がるというふうに予想しています。はい、ということで今回はですね、まあ、三菱商事投資対象としてはということなんですけど、結論は配当は平均以上、そして株価は上がるというのが今回の動画になります。もし今回の動画がですね、あなたも役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。